プロスペース。さあということで今日はですね修行をします。やっぱねアスピリーグで第2節楽天にちょっと1勝2敗で負け越しちゃったけども開幕戦の3連勝があるんでトータル4勝2敗で現状首位キープ。あとね開幕戦の時に和地コックさんが佐々木を使うかどうか分かんないとかって言ってね、おおいビープクレイユー2人まさか引けてないとかないですよね。ダルビッシュは田村をすごいお金をかけて引いてましたよ。ネットニュースになってましたね。ヘイビープクレイユー、まあ、今現状撮った動画は上がってませんけどもこれから上がるのかな。上がってなかったら諦めちゃうのかな。14日の14時59分まで時間ありますよ。ということでビップさんもクレイさんもワジコッコさんも俺を使いたいと思わせるためにはやっぱり俺が活躍できるかどうかを見せなきゃいけないじゃんね。そうですね、うん、ってなった時にいやー2日でできるかなー。いや頑張ってよ頑張って、あの今からリアタイで自分を使ってホームラン打つまでやめません企画。これはね、いや仕事の都合もあるからずーっと続けてやるのは無理、はい、そうですね。だからできる限り今はねこうスタジオ来てるけど家でやるときは家で撮影しながら常にやるわ。あとは仕事場とか撮れたらね、俺携帯2個持ってるから撮れたら撮りながらやるわ。それを、まあ、今日第1弾よ。今日はちなみに何分ぐらい時間あるんですか。1試合しかもう行かなきゃいけない行かなきゃもう行かなきゃいけないから、だから1試合だけ今日1試合だけやるわ、はい、今日はな触りだけ。これがだからもう俺の願いとしてはそのもう何とか今日だからもうラジオも行くし、そう終わってからね、終わってからでも夜とかやって、はい、しっかり明日のその俺のガチャが終わるまでに出して早く俺取った方がいいですよっていうのをやりたいわけよ。そうです。でお前俺の技術もあるからもし打てなかったらあのもうそれはもうあの打てるまで打てないやつをどんどん動画撮って、だから修行よ。打つまでやるから、打つまでやめません。仕事はやるからやり続けることはしないけど、だから今日ちょっと触りのだからオープニングテーマみたいなもんよ。今日からやりますよっていうスタート。だからとりあえず俺を自分の一番にして戦うわ。あ、そんであの今日プラスアルファで発表があるんだけども、なんと里崎覇王リーグ戦で260位で350位以内に与えられる緑の額縁がピッツやってしまった。ついに次はその銅を目指したいね。銅、シルバー、金、金は1位だけだから、ちょっと銅を目指して260位でやっと1年半かけてやっと緑化で覇王ランクをいじきました。そろそろよ里崎セレクションコナミの人も考えてもらっていいんじゃない。そうですね、ここまで来たら、うん、ダルビッシュを融合するの分かる。あいつはすごいコナミに貢献してる。でもよその次ぐらいに俺結構貢献してると思うんだよ。今スピリーグでも監督でめっちゃ盛り上げてるし、野球界でよ、はい、YouTube やりだしたのは俺ダルビッシュの次でしょ。もうそろそろ俺里崎セレクション来てもいい。俺も考えてんだけどね。もう考えてる。そうそう、もうすごい考えてる。ロッテとかだと、まあ、俺が確定じゃんね。渡辺俊ちゃんとかアンダースロー面白いでしょ。渡辺俊介とかボーリックとか外国人スイッチヒッターだからね。そういったところとかも考えてるんだよ。だからそういったところでねぜひ、お願いしますよ、ね、ということでこっからよ。こっからです。さあじゃあやっていきましょう。ちょっとランク戦あんまりやってなかったから俺まだクロード6位で低いんだよね。プラチナランク3位だったけど2位に落ちちゃって、だからそこら辺低いんだよ。レベルが低いんだけど、まあ、そこら辺はねご愛嬌。俺もまだ下手くそだから、だから佐々木を1位にして相手山本由伸を打っていきましょう、ね、お願いしますと。さあさあまず俺から1番もう1番2回回ってくるように1番にしといたから、ね、さあもうツーシーム1点狙いでいこう、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのを、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。ああキャッチャー裏合わせれなかった。もうここからは勝負よ普通に。初球は何か、とにかくもう俺に2回最低でも2回回せなきゃいけないからね。ああ詰まってる。さすが今日ここまで7本も動画出して疲れてるだけあるよ。この回のマリンズ打線ですが、ああこれ何ボール球ちょっと詰まってんな。タイミング遅いな。俺反射神経が、俺今スピリーグ見てリード勉強してるからね。何気にアウトコースとか投げる人多いんだよね。お全然振ってけえへん。ボール先行です。おお打たれた。つまりながら
ょっと甘かったね。フォークと見せかけて通信。はい、そうそうそう、いいね、いいね。で、同じところからも。ほい、打ちました。同じところから通信。Good looking strike! いいね。いい配球、いい配球。さあ。ワンアウトランナー一塁です。フォークと見せかけて今度はツーシームじゃなくストレート。そうそうそう、こういう生きるね、これいいね、いいね。フォーク待ち？フォーク待ちなの？はい。フォーク。じゃあまっすぐと見せかけてフォーク。ほい、よし。あ、どっちから？まあまあいいでしょう。鈴木誠也、メジャーでも頑張れ。ボールダム振れ。はい、オッケー。オッケーオッケー。マリーンズ得点に動きはありません。もう分かる、全然見えてないよ。赤星さん、この場面は反応しきれてへんな。伊達に、この回は一人一人。あー、これ終わらんぞこの企画。俺じゃなくても打ててないじゃん。山本、そもそも俺の腕の問題あるよ。どうなの？おお、吠えへんか。何決まってんの今。合わしきれてない、もう全然合わしきれてない。俺の下手くそな野球ばっかり。ああ、こんなん見せたくないわ俺も。俺下手くそなやつばっかり見してるじゃん。なんとか抑えよう。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。そうそう、下手くそ野球してるよな。バッターボックスの森、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、うちのボール。おナイス、掛布さん、ナイスジャンピング、ナイス。あー、ミスったミスったミスった。あー、よかった、危ねえ。インサイド打った、抑えて、ツーアウト。バッターは7番に入っている茂木。いいね、いいね、みんながうまいわけじゃないのよ。45歳も頑張ってんのよ。OK、OK。俺まで回そう。誰か一人出たら回るよ。角井さん。打順は守備から、守備からいい傾向あるよ。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球。あっときた、リズムきた、リズムきた。満塁。さあ、吉野さん。表でよかった。俺まで回ってくる。これで俺まで回ってくる。ゲッツーだけやめて。バッターが続きますね。反応しきれてるんだ。まあここは繋がりましたから、ああ、なんとか先制点を奪っておきたいですね。なるほど、そうですね。ああ、何しと、何しと、どうやったらそんな三振するんだ。見えてない、全然見えてない。勝負どころですよ。さあ、ワンアウト。ああ、ゲッツ終わっちゃう。ああ、ボート、わあ、いって、いって、入った。よしよし、俺も意外性出てる、意外性出てる。よしよし、もう通信も1点狙い、集中。あーし、打った、打ったぞ、打ったぞ。 We are the champion, We are the champion。 ほら、打ったぞ。しかもよ、しかも奇跡の吉田正尚463ダブルプレーだったのに、冒頭奇跡の回ってきて、ほら、勝者の皆さん、里崎は打つから取った方がいいよ。俺でも打てる。操縦者の技術をカバーできる力ある。しかも見た、意外性出てた、意外性あるバッティング。お、終わりだぞ。すぐでしたね。やった、奇跡やろ、これもう神回やろ。打てるとマジ思わなかったけど、しかも全然7時間だって、もう4時間動画永遠撮り続けた最後の、これからラジオ行く前に撮ってる動画で、最初ちょっと反応しきれんかったぞ。いや、ほら打つんすよ、見た、これ俺のホームラン。 VIP さんとクレイさん、撮るしかないよ。打つ、ホームラン打つんだよ。いやー、最高やな。あ、ちょっと聞きたいことあんねん。自チーム S 契約書があるんだけど、今どのチームを取りに行ったらいいかちょっと教えてほしいです。まあ、マー君がいいけど、マー君1点狙いもきついじゃんね。はい、だどのチームが一番いいのかなっていうのをちょっと教えてほしいですね。あと皆さん、里崎取った方がいいですよ。ホームラン打ちますよ。